最近ちょっと、まあ、ティラミナスさんもちろん、買いが効かないぐらいミントティー大好き。あ、告白ミントが好きですね。また2016やってくださいっていうご意見、リクエストいただいてるようで、どうもありがとうございます。毎年毎年ね、申し上げておりますけども、ティラミナスさんとしてはですね、ミント消費は通年であってもらいたいんですよ。だからね、お声いただく中にね、時々、ティラミナスさん、ミントの季節がやってきましたねっていうご意見いただくとね、力不足。全国のね、テラミントさんにね、申し訳ないと。面目ないと力を及ばずという気分にはなるわけなんですけども、ミントといえばですね、ジャスミンティーを見るたびに最後は非常にこう、ミント感があって、いいなっていう風に昔から好きなんですけど、確かですね、ジャスミンティーはですね、B ちゃんも好きでしたよね。ここのところですね、ジャスミンティーが結構たくさん出てるんですね。テラミナスさんはね、ミントティーももちろん好きなんですけども、ジャスミンティーもかなり好きなんですね。ウルトラマンコスモスなんかも好きですからね、ウルトラマンジャスミンティーなんかもね、最後出てきてもすごいかっこいい女子のねウルトラマンですからね、まあ、パブリッシュするのはいつになるか分かりませんけども、2016年5月時点で生活圏内で背伸びしないで手に入ったジャスミンティー、こんなにございます。今後どれをですね定番にすればいいのかというこうね、まあどれでもいいんですけども、まあ要介護なお年頃になってきますとね、その辺おぼつかないと、今朝何食べたかも覚えてないと、夕食を食べた直後にですね、サマオ君にですね、今夜のご飯は何かいただけるんでしょうかと言ってしまうくらいですね。もうやっぱこういうものに記録しておくことで脳のエクステンションとしてね使うことができますので、これちょっと前に山手の方のなんかこう雑木林に逃亡した時にコーラと間違えて買ったなんつってね、これもこれ振らなくていいよね、いいよね。じゃあこれを、ね、こちらがこういった配色で、次がですこれは伊藤園さんのリラックスジャスミンティー、カフェイン少なめとなっております。あー、カフェイン少なめと、カフェインも少なめだし、黒ウーロン茶もなんかちょっと少なめになっているという。そして午後の紅茶美味しいジャスティスです。ブラックティーは入って、あ、ベースダージリンになってて、そこにジャスミンが加わってるってことなんですね。そっかそっか、これ色全部違うね、綺麗じゃないですか。これ順番間違えたらもう分かんなくなるから、イエモンのジャスミンでございます。これは緑茶ということになっております。こういう感じの配置でございます。一口ずつ飲んでみたいと思います。イエモンのジャスミン、カラーリングはこういう感じ、綺麗ですね、透明感がありますね。じゃあいただきます。ジャスミンポイント、葉っぱ2つでございます。なんだそのポイントはって今ちょっと急にもう出てきちゃいましたけどもね、あんまり気にしないでください。次、午後の紅茶ジャスミンでございます。色合いは、こういった感じでございます。じゃあいただきます。フローラル、これ午後の紅茶美味しいジャスミンティーのジャスミンポイントは、葉っぱ 2.5 でございます。基本的に緑茶もダージリンも植物的には同じものでございますのでね、基本的に同じと思ったらいいと思います。ジャスミンは葉っぱじゃなくて花ですので、伊藤園さんリラックスジャスミンティーでございます。こういったやや強い琥珀色というところでしょうか。いただきます。爽やか。伊藤園さんのリラックスジャスミンティー、ジャスミンポイント葉っぱ1でございます。清涼感が高いです。最後にサントリーさんの黒ウーロン茶ジャスミン。色合いはさすが黒ウーロン茶だけあって、褐色を帯びた綺麗な色でございます。いただきます。あー、わお。サントリー黒ウーロン茶香るジャスミンのジャスミンポイントは葉っぱ2でございます。2なんですけども、これはね、もう、ジャスミンの香りは割とこう、控えめで、それをですね、カバーして余りある、黒ウーロン茶の豊かな、まろい香りが、こう、全体を包んでます。これやっぱ全部あれですね、どれが一番とかいうことじゃなくて、どれも気分によってローテーションで飲んだらいいかもしれない。さっぱりします。そして、華やかな気分になります。じゃあ皆さん、ジャスミンティーで、爽やかな初夏をお過ごしになってみたら、初夏っていうかこれパブリッシュいつかな。お過ごしになってみたらいかがでしょうか。冬だったらごめんなさいね。じゃあ、あ、ちょっと待って、どうかな。大丈夫かな、これは。ティーバッグがですね、空中に存在してる状態になっておりますけどもね。これね、テラミナツさんとかサマグがいつも飲んでる、ジャスミンとリンデンの入った白茶なんですね。これを行ってみたいと思いますね。それを、もちろんこれ、炭酸で仕込んでおります。いただきます。
自家製仕込みのジャスミンとリンデンのお茶のジャスミンポイント、葉っぱ5つでございます。ちょっと自画自賛になったかもしれない。